昨日,日銀が突如発表した金融緩和策の一部修正これまで長期金利について0.25%程度を上回ることがないよう調整するとしてきましたがこれを0.5%程度まで拡大するとしたのですこれにより一気に円高に振れ一時1ドル137円台が130円台にまた東京株式市場は一時800円を超える値下がりとなりました 事実上の利上げで輸入物価の高騰が抑えられる反面一般的な企業への投資には逆風となり景気が冷え込む可能性も指摘されます物価高や燃料費高騰で生活の出費が増える中少しでもお得に過ごしたいこうした傾向はふるさと納税にもふるさと納税といえば和牛ステーキやイクラといった贅沢品を頼む人が多かったのですが 岐阜県日田市では切り落としに関して言うと去年と比べた三から四倍の件数ご寄付いただいております野菜炒めや肉じゃがなど普段使いできる切り落とし肉を選ぶ人が増えているといいます一方大掃除で出た不要品を売り買いするフリーマーケットサイトも人気です フリマサイトメルカリが去年、大掃除シーズンに合わせて行った調査では。全国で、えー、と不要品で、えー、と大掃除時期に捨てられてしまった金額を約8000億円がありまして、国民一人にしたときに平均として約4.6万の方が有効にできず捨てられてしまったという調査結果として分かったものでございます。 こんにちは初めまして今日はどうぞよろしくお願いしますお願いします。兵庫県に住む御坂田春菜さん3年前から不要品をメルカリに出品してお得に生活しています結婚してすぐに旦那のものがすごいいっぱいあったので<ー>旦那にも許可を得た上であの売りましょうかねって話になって、うん、使ってないキャンプ道具とか<ー> <laughs> 本は読んでインプットしたら売っていこうと思って、うん 他にもアクセサリーや化粧品などクローゼットに眠っていたものをこれまで51点出品ほとんどの商品が売れました年末にかけて他にどんなものを売りたいのか見せていただけますか。はい そう昔私が本当子供の頃からあって、うんうん、新しいの買ったので、うん、これは本一式でおこれが楽しめてたので、うん、邪魔で邪魔で、うん、<laughs> なるほどね <laughs> ごたんださん売れるコツは見栄えの良い写真を撮ることだと言いますさらに意外な発見もあったそうで。 教材系の本であれば線引いてる方が喜ばれる時あるんですよ <laughs> そうなんですかのここが大事って分かってるから <laughs> <う>感謝メッセージみたいなの送ってくださる方いるんですけど引いてもらってたからすごい分かりやすかったですって、ね、<laughs> <laughs> へーそうなんだ <laughs> って言われて売れた金額ってどれぐらいやと思います三年掛けになっちゃうんですけど全然大丈夫です多分 二三十万、二三十万<ぁ>やと思います。なんかテレビとかも売ってたりしたので、なんか夢がある、<laughs> すごいですね。してるよりは全然。本当ですね。うん